まりました週の真ん中マンタケ TV でございます。素敵ですこの日だけ素敵です。あなたのことが7分の1 7分の1やったら結構当たるよ、ね、はい、ボラナがいつもあの協定しよるけど6分の1でも当たらんよ6分の1なんだ6分の1ってか、まあまあ、6分の1でかけることはないですけどね。なるほどね、はい、まあ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 、はいはい、何の話や。では参ります、はい、今回のご質問はバシンさんからです。ありがとうございます。バシンさん多分以前もいただいたかな、うん、という気がするんですけど、そんなことない。なんかまずバシンってなんか なんだろうね。なんだろう、なんか中国 なんか歴史上の人物でいそうなイメージ。あー、わかる。カマン今ちょっと喋ってもいいですか、うん、これ。あのね、俺最近あの週末のワルキューレっていう漫画をちょっと今すごい面白くてアニメ見てるんやけど、そこに出てくるあの、まあ、人間対こう神ですんやけど、の中 あの人間代表で出てくる中国の、まあ、それ誰かちょっと忘れたんやけど、その馬が関鳥羽っていう名前やった全然関係ない。いや、いやなんかそういうちょっと週末のワルキューレぜひ皆さん見てください。面白いんであのアダム対ゼウスっていうね、すごいめちゃくちゃ面白かったすごい設定やなと思って、人間界代表アダム、神代表ゼウスっていう行きましょう置いてかれた。はい、行きます。たけちゃん、ゆみちゃん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。パターについて最近悩んでいます、はい、今までピン型のパターを使っていましたが、うん、テイクバックの時にブレる感じがして不安に感じていました、はい、そこで先月初めてマレット型のパターを買い、振り感もいいのですが前のパターほど入りません。なるほどね、うん、慣れるまでマレット型の方を使った方がいいのか慣れてる方を使った方がいいのか意見を聞かせていただけると嬉しいですとのことです、はい。もうパターはね面白いです。もうパターほど多分悩む最終的にですよ、最終的にはパターが一番難しいんです。でまず、確かにじゃあマレットが多分いいのは、まあ、これ一つはこれプロでもそうなんですけど、まず新車効果っていうのがあるんですね。あのプロでもその調子悪い時パッてパター変えたらあのその一瞬は良くなるんですよ。でもやっぱ何日か使っていくと元に戻るっていう、まあ、だからプロなんかはエースパターがあってサブが何本かおるっていうパターンですけども、じゃあそこはとりあえず抜きにして、その、ね、アマチュアはそんなたくさん変えないんで、うん、はい、まず、テイクバックの時ブレ感じてマレットにしたっていうのは正解ですね。マレットの方が引きやすいです、うん、まあ、要は後ろが長いヘッドの方がその後ろに引く残像がしやすいで、また、マレットの方がまっすぐ引くイメージがしやすいので、テイクバック苦手な人っていうのはどっちかっていうとピン型よりはマレットの方がいいと言われてます。ただあの確かにショートパッド、とかになると前の方ほど入りませんっていうのはもしかしたらピン型の方が合ってるのかもしれないですね。で僕やったらですよ、僕がもしパターフィッティング、バシンさんにするとしたら、もともとのピン型の、パターですかのカウンター入れますね。要は結局バックスイングできない人で手元がふわふわしてるから引けないんですよ、揺れちゃうんで。僕は結構カウンターガチガチ入れるんですよね。例えばグリップを20-30g 重くするとかするとバックスイングがスッと引けるので、もしピン型の方がストローク的には良くあってただバックスイングの安定感がないっていうんやったら、僕はもともとのそのピン型のやつのグリップを少し重くするっていうのも一つ方法だと思いますし、やっぱりその一般論で申し訳ないですけどマレットの方がロングパットはよりやすいんですよ。でピンの方がショートパットはやっぱり狙いやすいっていうのがあるので、まあ本当にこの、バックスイングが引きにくくて不安に感じてマレットを変えたっていうんやったら、一回ピン型の、方のグリップを重いものに変えてみてください。するだけでバックスイングがスッと引けたりしますから、そのカウンターバランスを変えるだけでも全然変わってきますよ。結構ねパターはね、でもまあ今のは一般論ですけどパターフィッティングしてたらもうすごく面白いし、僕は結構あのパターにおいてはカウンターバランスで進めてますね。なるほどね、まあ、こういう方多いんで。わかりました。たけちゃんは日本使いなんですね。日本使いですね、もう二刀流ですね。これ佐々木小次郎やったかな、武蔵どっちかが二刀、これも実は週末の割り切りで出てくるんです小次郎が。はい、和洋折衷なわけ。もうすごいよ、もう出てきて佐々木小次郎対、海の神、ポセイドンです。もうね、すごい対戦がもう豪華すぎて、もう楽しくて。そうなんだ。はい、すごくね面白い漫画、ぜひ皆さんご覧ください。なんでパターンからそっち飛ぶね。ゆみちゃんが二刀流とか言うけんや。そうだからまあ佐々木小次郎対ポセイドンです。わ、はい、かりました。はい、はい、以上です。はい、それでは、ちょっとカウンターをピン型に入れるっていうのも、うん、一つの手かなということですね。はい、結論としては、はい、ではバシンさんご参考になりましたでしょうか。それでは、マンタケ TV また来週。バイバイ。
つまり今日の結論としては週末のマルキューぜひ見てくださいってことですね。はい、ズバババババゴルフの子、毎日春で爽やかだね。ズバババババゴルフの子、明日もゴルフだ仕事サボろう。